木星の大気圏の外観。大赤斑が確認できる大気圏とは大気の急上層。大気とは惑星、衛星などの天体を取り囲む気体を言う。大気は天体の重力によって引き付けられ保持されている。天体の重力が強く大気の温度が低いほど大気は保持される。太陽系においては最も小さい水星を除くべての惑星にはっきりとした 大気圏が見られる。中でも、木星型惑星は、非常に深い大気圏を持ち、惑星そのものが主に気体によって構成されていると言える。衛星では、土星の衛星タイタンが、地球よりも濃い大気圏を持つことで知られる。また、海洋星の衛星トリトンや、土星の衛星、エンケラデスが薄い大気圏を持つ。他の天体は、極めて薄い大気圏しか持たない。 例えば、ガツ、水星、エウロパイオである。純惑星の一つである冥王星にも、窒素、メタン、一酸化炭素などの気体成分が存在するが、気体として存在するのは太陽に接近した時のみで、他の大部分の器官は個体となる。太陽系の外にある惑星の中にも、大気圏を持つことが分かっているものがある。ペガスス座に位置する恒星ペガスス座。 V376 星の惑星オシリスは初めて大気の存在が確認された太陽系外惑星である。高性間の惑星も理論的には高濃度の大気を保持している可能性がある大気圏の形成は一般的に惑星の形成器と内部気体漏出後の原始太陽系成運の化学作用と温度に関連があると考えられている。 大気圏は最初の発生から何度も変革を繰り返し、それぞれたような素性となって現在に至る。表面重力は惑星の間で大きく異なる。例えば、木星型惑星のうちで最も大きな表面重力を持つ木星は、水素やヘリウムのように非常に軽く、表面重力が弱い惑星では保持することができないような機体も保持することができる。 このほか太陽からの距離も、機体分子を宇宙速度を上回るまで熱することができるか否かを決定する要因である。したがって、遠く離れて温のタイタンやトリトン、そして冥王星は、その重力が比較的小さいにもかかわらず、大気を保持することができる。機体はどんな温度であるにせよ、様々な速度で動き回る分子を持っているので、常に少量は宇宙空間に放出されている。 同じ熱運動エネルギーを持っている場合、軽い分子は重い分子よりも早く移動するので、低分子の気体は高分子のそれより早い段階で失われる。金星と火星はその大部分の水を太陽の紫外線により水素と酸素に光り返りされ、そのうち水素が宇宙に放出された段階で失ったと考えられている。この点、地球の持つ磁場は、 太陽風の水素の放出を補助する働きを妨げる。大気の減少をもたらしうる要因には、強度や極寒への太陽風によって誘発された、スパッタリング減少、侵食、風化などがある。地球の大気の構成は、主にそれらの減少の副産物によって維持されているのである。惑星という観点から見ると、大気は地質学者が惑星が、 惑星の形態を成すまでの作用を考える上で重要なものである。風は地理や粒子など土地の起伏を侵食し堆積物を残す。霜や香水も起伏に左右される。気候変動は惑星の地震に影響を及ぼしうる。地球の表面についての研究は惑星の大気圏、気候の現在、過去両方の理解をもたらす。 気象学者にとって大気圏の構成は気候とその変化を決定するものであり、生物学者にとっては大気圏の構成は生物の発現や進化と密接に関連しているものである。ありがとうございます。